目の前ね、こんな感じで。育てて。じゃあもう完全にこれ火だ。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、関越道走っております。で、今週はですね、ちょっとキャンプにね、行こうかなと思っております。最近ですね、ちょっと仕事がバタバタと忙しくてですね、なかなかですね、キャンピングカーの旅というものがね、できていないんですけども、週末はね、一応ね、時間が取れるんで、近場でね、キャンプとかね、いろいろやったりしております。で、今日もね、これからですね、浅間山キャンプ場というところで向かっておりまして、ここもね、ちょっとキャンプね、誘っていただけたので、毎週のように誰かしら遊んでくれるという、そういう助かっております。で、逆にキャンピングカー旅は、またまとまった休みがあった時にね、行こうかなと思っております。はい。で、今日はですね、ブルーティーアウトドア料理チャレンジということでですね、企画がありまして、今回はですね、そちらの方も一緒にやっていこうかなと思っております。内容としましては、いつも使っているね、ブルーティーのポータブル電源を使って、アウトドア料理をね、やるという、すごくね、シンプルな企画です。で、今日はね、家から、ちょっとこうおしゃれなね、ホットプレート持ってきたので、それでね、やろうかなと。実際ね、車の中でもできる仕様でね、してキャンプでもやってみようかなと思ってるんで、車中飯でも使えるような、そんな感じでね、やろうかなと思っております。どんなものを作るとかね、どんな風にポータブル電源を使って料理をするかというのはね、またちょっと現地でね、お伝えできたらなと思っております。で、メインとしてはキャンプがメインなので、もちろんね、それを楽しみつつ、傍らね、せっかくね、こういうお題というかテーマがあるので、それに沿ってね、なんか作るっていうのもね、たまにやっぱね、こういう企画面白いなと思ってて、今回ね、やらせていただきました。ということで、これからですね、一応群馬の方になるんですけども、浅間山キャンプ場ですね、こちらの方に向かっていきたいと思います。はい、今ですね、高速降りまして下道でね走っております。軽井沢の方ですね。で、ここからね、まだね25キロぐらいあって、割とね、峠の道です。何峠の釜飯売ってたよ。そうこの辺ね、だいぶね上に登ってる感じですね。でね、浅間山キャンプ場ってね、標高がどうやらね 1000m 以上あるところなんで、夏でも涼しそうな場所ですね。夜がね、もしかしたら寒いんじゃないか疑惑で、ここ最近実は日中暑かったけど夜寒くなるキャンプを経験してて、ずっとなんで、一応風団ね、ヒーター持ってきております。どこ左行くと下仁田なんだね。で、右で軽井沢、こんな感じの緑の道です。あ、でもなんか夏っぽいね、避暑地って感じだね。はい、じゃあもう少しね、あと24キロぐらいあるので、もう少しね、下道走って、キャンプ場の方までね、向かっていきたいと思います。いや、でもこの辺もう別荘地帯、この辺でもね、結構ね、住宅も多いから、でもなんか、もうこの辺の風景見て、あ、軽井沢だねって分かる人は多分分かる。もうこの信号をまっすぐ行くと、この間のアウトレットで、今日はね、もう先に曲がっちゃうかもしれない。この雰囲気すごくいい。あの軽井沢のアウトレットの先の方もいい。あの旧軽井沢銀座とかね。軽井沢でも今日27度らしいよ。はい、ということでですね、残り 2.5 キロのところまで来ました。だいぶね、この辺まで来るともう登り切った感じするんで、で、ここの沿いに多分あるのかな、嬬恋村、群馬県ですね。ちょうどね、軽井沢ってその長野とね、この群馬の狭間というかにありますんで、群馬から長野に入って、長野から群馬に来たみたいな感じですね。まあでもね、もうあと2キロなんで、ほんとこの沿いだと思います。はい、あれ本当に合ってるか、これ。道間違ってるよ。有料道路の方みたいな。鬼押しハイウェイって。そう。そっち側に行けばいいみたいな。だから一回戻って、こっち側から入れるのかな。いや、パブもなんかさ、すげえまっすぐな道に右側にポンって出てくるみたいな、そんなイメージだったんだけど、なんかすげえ住宅街来たぞ。ここです。はい。で、この鬼押しだし。鬼押しハイウェイって。鬼押しハイウェイ。
まあ、とりあえずこの鬼押しって方を曲がれば OK です。曲がるっていうかね、もうねこれほぼ U ターンです。右方向です。でこれをね右にというかほぼ U ターンですね。で回っていくとこの鬼押し出し園っていう書いてあるんで、そっちの方に行って、でこの先多分料金所があって、そこでお金払って、あ目の前のところで、テーマパークでも入るんですか、マリナ。鬼押し入るよ。いくらと書いてある。280円かな、うん、そうだね。はい、はい、でここが今ね鬼押しハイウェイです。この道中に出てくるんですね。だから、有料道路上に、マップをセットしないといけないです。で今僕もそれで高速道路上にセットし直したらこの道を案内されてるって感じです。まあ見ての通りね、この左右ね両方とも自然に囲まれてますので、民家とかもないね。ああ、なんかあそこ曲がれそうだね。あれ曲がるのか、帰ってきた車線が丘を登った上みたいな、シッカーマークいるだろうね。でもこの辺でシッカーマークがあるってことはあれだよね、キャンプ場にシッカーが出てくる可能性あると思う。うん、で今ねこれが、あこれでしょ、この右側のやつだね。スクールバスが止まってる。よいしょ、来たばっかなのかな。で到着。はい到着。はい、ということでね、キャンプ場着きました。浅間山キャンプ場です。目の前はね、こんな感じで山です。で、ここに車止めといて、こっち側ですね、テント出してキャンプすると。で、一応夜は焚き火を用意してもらってるんで、ここが焚き火して、で、あとね、これドッグランついてますんで、あ、ここもなんか石器ついてるな、よく見たらっていうね、こんな感じのサイトになっております。すごい目の前はこんな感じなんだ、めっちゃ綺麗です。よし、はい、で今日はですね、ポタデン、こちら AC200L を使ってアウトドア料理チャレンジということでね、こちら持ってきました。このホットプレート、なんだっけ、マジックグリルってやつ、そうっていうね、これは家から持ってきました。でこれを電源、この近くにポタデン置いてますんで、これでやろうかな。キャンプ場ね、電源サイトとかあるはあるんですけど、意外と届かないんですよね、このこんだけしか線の長さないんで。なんで今日はね、このポタ電を使って、この距離でね、このアビエンマジックグリル使ってね、ホットプレートやろうと思います。操作してるって。そうだぐらい、そうなんですか。やべえ、誕生日マジで。ちょっと本当に、あと10月まだね、もう嘘ダメだ、風があって、あ、風やけん、風やけん、ありがとう、プリンとー、負けた、ありがとう、ありがとう、マジで、マジで、あ、これない、あ、これない、わーい、10月だから、どうしよう、一瞬止まったくなった、すいません、こちらこそいつも、いただいてるので、リップだね、絶対だね、嬉しい、シャチハかった、シャチハかった、あ、そう、何でもいい感じ、何でもいい感じ、そう、じゃあ今外に出しといた方がちょっと濡れてないぐらいで、つけたけど、あ、これあれしてくれてない、 AC 押してくれてない、入った、そう、さすが、さっき1100ワットだったけど、でもやっぱポタ電はいいね。はい、ということでね、今ポタ電を使っております。今ね1500ワットぐらいで使ってますけど、やっぱりねこの AC200 より全然音がしないんで、電源入ってるんでしょ、
はい、こんな感じで今使ってます。どうで出てます、こんな感じで結構ね、もうすでにあったかい、結構ね均等にあったかくなるみたいな。そう、なんかそれハイにすると多分一気に上がると思う。マジックグリルハイにして1200ワットぐらい、こんな感じですね。結構表面もう結構熱いかな、もう触れん。はい、お肉投入。お肉だな。あ、じゅん。おー、いいよ。すごいな、意外といいんじゃない。はい、こんな感じですね。アビエンのマジックグリル動いております。だいたい1000ワットぐらいで消費してて、ここで聞こえるかわかんないんですけど、このねポータブル電源の作動音かなは全くしないです。今ねどっちかというとこの肉汁の音しかしないっていうことでね、今回ねこのマジックグリルを AC200L で稼働しております。確かになんか人の見て買いたいですよね。ひっくり返します。わあ、めっちゃいい。あ、見て、わあ、すごい。もうレアでいいよね。いい感じ。100均で、今100均もすごいですよ、見たら。でも全然そん、やばいこのプレート、ちょっと待ってな、映えじゃん。はい、こちらですね、ポータブル電源で、アビエンのねマジックグリル使って焼いた肉です。すごく美味しそう。味付けどうしないでしょうか。塩か醤油は、めっちゃコーンが、いや、おお、映えてます、映えてました、映えてますね、すごいね、うん、音だけ、音だけ、お、いいっすね、上手っすね、撮り方、うまいな、さすが、ネギもね、入れてくれればこんなにコーンが取るかわからない。めっちゃ跳ねてた。まだね、まだ、じゃあママビューってやってよ。はい、あげたから。ちょっとね、まだね、ご飯がこんな感じで、でも元がもうなんか焦げついてるから焼けてるじゃないですか。温めるから、まだまだ容量残ってますんで全然いけます。じゃあここに、うん、やっといて、もうやだ、来たんだ、うん、うん、うまそう。万能ネギをニラにしちゃったの。ニラ間違っちゃったのね。醤油はちょっと強火にして焦がし醤油かんな感じで香りを行きましょう。わあ、いい香り。え、もうしょっぱいかな、そんなことない。どうしよう、味見してないから。めちゃくちゃ濃く、うーちゃんこっからもらって。いや、うーちゃんもうちょっと焼くかね。柔らか、柔らかいね。じゃ自分でもうちょっと焼きたかったら焼いてる。うん、うーちゃん食べる。うまい、お肉めっちゃ柔らかい、なんか嫌な油じゃなくて食べやすい。なんか飲めた。どう入れようかね。あ、これにさ、いや最高、これに入れようか。あ、今ジュージュー
これ赤身でしょ、うんうん、食べやすいね、うんうんうん、はい、こんな感じで今日は焚き火をやってます。じゃあもう完全にこれ火だけですね。ママです。まだ足りなかったらあと1個あるこれ。めっちゃ美味しそう。割とでも削れたね。3分でいこう。はい、じゃあうちゃん先におやすみ。おやすみ、バイバイ、おやすみ。バイバイ、おやすみ。おやすみ。じゃあうちゃん後ろで寝るですね。おはようございます。今ですね8時42分です。室温がね 20.8 度、湿度 65% です。この、ね、室温ね、かなり下がりましたので、だいぶね快適に過ごせました。夜はね少し寒いぐらいだったので、ほんとね FF ね最初炊いて寝ました。寝る前にね FF はね切っちゃいました。でもね快適にね過ごせました。日中はねかなりね暑くなるみたいなので、またねちょっと気をつけなきゃなと思っております。はい、ということでね、ちょっと一回起きて準備して、一回ちょっとキャンプというかテントねとかね片付けなきゃいけないので、そっちの方に行きたいと思います。めっちゃいい天気、浅間山です。ここのキャンプ場ではね浅間山が目の前に見えます。絶景です。まあこんな感じですね。はい、じゃあ今からねちょっとね撤収してきます。はい、昨日ね一晩使ったんですけども、でね 31% まだ残っております。結構ね使ってマビエのね、マジックグリルをね1000ワットぐらい使うんですけども、それをねかなり使い回してたんですけど、それでもね全然まだ 30% も残ってるんで、結局ね使い切るかなと思ったんですけどね、それぐらいだとやっぱまだ使い切れないみたいです。この辺のね、容量たくさん使えるっていうのはねこの AC200L のねすごいいいとこなのかなと思います。ちなみにこれ拡張もできるので、拡張するとねさらに容量がね増えていきます。まあ結構ね今回活躍してもらったんでね、そろそろね車に引き込みます。はい、ということでね今ですね浅間山キャンプ場を出発しました。で今回ですねここで、1泊2日のねキャンプやってみたんですけども、メインのところでねブルーティーの AC200L を使ったアウトドアキャンプ料理ということで、まあ、ちょっと企画をねやらせていただきまして、で僕らは、マジックグリルっていうねホットプレートですね、こちらを使って今回ねチャレンジしてみました。でなんでこれ使ったかっていうと、もうアウトドアでも使えるし、でねこれ家でもね使えるし、もちろんね車内でも使えますんで、そういったところがね今回ね魅力なのかなと思って、まあ、アウトドア料理ということでね どこでも使える、外でも使えるということでこのスタイルでやってみました、まあ、結果としてはすごくねあのグリルもね良かったし、ホタテンがやっぱね容量大きいんで、あんだけ使ってても、まあ、30% 残ってるんですよねまだ。
でそれができるってことは電源がないところでも同じことがどこでもできちゃうんですよね、あのポータ電があれば。で今回はねそのホットプレートを使ったんですけど、もう少しね、まあ、例えば省エネなものを使えばもっと当然ね、容量も持ちますし、まあ、もう少し負荷がかかるものを使っても使えるということが今回分かりました。はい、なので今後もね、ブルーティーのねポータブル電源使って、まあ、車内での料理とかもね、まあ、いつもやってるんで、まあ、なんか特別なんか今回だけってわけではないんですけども、またねそういったところで、アイテムとかねいろいろ紹介したりだとか、まあ、使い方とかもね、まあ、なんかご参考になればね嬉しいかなと思っております。はい、ということで今回ですねこの紹介したブルーティーの AC200L についてですね概要欄に貼っておきますので、購入をね、検討されている方はぜひねチェックしていただければと思います。はい、ということですね、今回はですね、ブルーティーさんのアウトドア料理チャレンジにね、参加してみました。で今回の、ね、動画が、ね、参考になったなと思う方とかね、最後まで見てくれた方はぜひですね、高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したら、じゃあまたね、バイバイ。